虎には負けへん、オリファンに漂う王者の自信、阪神の勢い警戒も関西対決に期待、実現なら59年ぶり。プロ野球セリーグで18年ぶり優勝を遂げた阪神に続き、パリーグ3連覇が目前のオリックス、準本拠地のホットモットフィールド神戸を訪れたファンは、すでに2年連続日本一を見据え、勢いづく阪神を警戒しつつ、59年ぶりとなる関西対決に期待する。1950年に始まった同シリーズで、関西の球団同士の対決は前回の東京五輪が開かれた64年、阪神、南海の1回のみ、結果は南海が4勝3敗で制した。阪神とオリックスが共にクライマックスシリーズを突破すれば、同年以来の関西決戦となる。大阪住んでる阪神ファンは折どう思ってんだ、関東だと優勝しても折はいつも地味、阪神ファンは基本的に折ファンも兼任、ただエネルギーの注ぎ方が99対1くらい、関西対決だと移動が楽でいいな。大阪ドームは阪神ファンで満杯に、今年は阪神やろ、オリさんは去年勝ったしもうええで、自力はオリックスの方が上だしな、阪神ファンはペナント優勝できたからもう満足してるだろう。オリックス優勝してもあんましセールとかないやん、阪神が優勝した方がおえやん、バファローズつながりで近鉄百貨店がやるよ、見方によっては阪急ダービーだな。ご視聴ありがとうございました。